とね。そうなんですか。わ、そんなことより手が止まってる。あ、すいません。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。まなみちゃん、もう笑顔は完璧ね。でも、いらっしゃいませ。かっこよくなでばっかで、僕え、はい、ほら、僕頭がでかいじゃないですか。ご当店だと似合う服がないんですよ。でご当店、あ、ご当身、そんなことないですよ。四等身ぐらい。四等身。でもそれがお客様のいいところです。腹話術の人形みたいで可愛らしいですよ。腹話術。どうされました、お客様。四等身の僕をかっこよく変身させてください。お願いします。お願いします。心配。かしこまりました。どうでてか、ありがとうございました。何おかしい。だって見合わないですよ、お客さん。なあ、な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 、何を。だから刀なんて似合わないです、お客さんには。なんか戦場から逃げてきた侍みたい。おなごは どうしてそれを。無礼討ちにしてくれる。そこへ直れ。だから似合わないですって。よいしょ、わかった。私がコーディネートしてあげますね。なんじゃ、拙者は侍でござるぞ。こんなチャラチャラした格好ができるか。似合ってますよ。グレーナ、まったく。刀を刺すとこうじゃないよ。何を。もうやめちゃいない
よ、お侍なんか。ここ渋谷では命がけの戦いなの。ま、いけませぬ。それに、あなた様が亡くなられたら家族が悲しみます。拙者に家族などおらん。なぜじゃ。私はあなた様に生きていただきたいのです。戦いになど行くのはやめて遊びに行かれてはいかがでしょう。ここ渋谷では楽しい出会いがたくさん待ってござりまする。出会い？はい。出会いとは？はい、楽しい。待たれよ。ほら鏡見てねえ、自信持って気持ち軽くなるよ。